人着きました。こちらが港ヶ丘ふ頭公園というところです。フラットなコースとなっております。で普段はあのトラックとかすごいいっぱい多いんですけれど、日曜日はもうガラガラです。おはようございます。ということで本日の練習メイト早崎さんでございます。よろしくお願いします。ウェフト走ってみてどんなコースですかね。そうですね、一言で言うとすごく安全で練習しやすいコースかなっていうふうに思います。まず車が少ない、車が少ない、そしてまあ場所を選べば信号がない。信号が、あ、そうですね、はい。あと短い方の周回というか往復コースはターンのところが180度ターンになってるんで、トライアスロンでもそういうコーナー多いと思うんですけど、そういうところが苦手で落車してしまうっていうような人とかも、まあ、こういったところで練習できるっていうのはすごいいいところかなと思いますね。実際のレースでも180度ターンしてコーナー明け加速するっていうシチュエーションが結構多くてですね、まあ、そういう練習にもなるかなっていうところですね。大井ふ頭とても週末はですね、あのロードバイク乗りが多くてですね、まあ、道路っていう道を借りて練習していると立場ですので、信号はもちろん交通ルールをしっかり守って安全に楽しくやりすぎずやっていきましょう。お願いします。お願いします。はい、今日は4人でブリックランこれからいきたいと思います。はい、では全員横トラに出るメンバーなんですけれど、どうですかね、仕上がりは。半年間結構いろいろ頑張ってきたんで、まあ、なかなかいい感じだと思います。おー、マジですか。では早速行きましょう。おお。トランジションの動きをしっかりイメージしながら順番にやってきます。早っ早っ。まずヘルメットを脱ぎます。ヘルメット脱ぎながら靴を一緒に脱いでおくといいです。着替えます。よいしょ。ナイスランナイスラン。バイクからランに移った時にこう体に余裕があるか足パンパンかっていうのは結構人によって分かれるみたいですね。コツとしてはバイクの終盤でちょっとパワーを落としてあげるっていうのがやっぱり大事かなと。そうすると少し足に余裕のある状態でランに移れると思うので。お疲れ様でした。本日はこちらインプロテインバーグラノーラ味です。プロテインバーってあのチョコ味とか結構そういう甘い系が多いんですけど、こういうグラノーラ系はちょっと珍しいなと。プロテインは世界を救うんでカロリーゼロです。プロテインは世界を救う。こんな感じです。筋肉で世界を救います。ということで残り1週間でしっかり疲れを取って仕上げていきたいなというふうに思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、よろしくお願いします。
それでは次回の練習でお会いしましょう。お疲れ様でした。